はい、テヤンディ進藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカよあなた進藤辰巳ですということでございまして、あの M1 グランプリ2024が最終回なんじゃないかという話なんですよね。最終、要するにもうこれで終わるんじゃないかって言われているんで、ある一部では噂ですよ、噂。じゃあ僕がライブとか出たりとか芸人とかと喋って、実際に起きることとか結構な内密情報とかやっぱ流れてきて、芸人の中だけ共有されたりとかね、することってあるんですよ。じゃあその中で M1 グランプリ今年終わるって噂ってちょっとでも出ているのかっていうところになると、今のと僕の耳には入ってないですね。ただ僕の耳にだけ入っていないのか、他の人たちには普通にその話が出ているのかもわからないんです。まあそこは、なぜかというと、ポスターで M1、 過去の M1 のチャンピオンが全員乗ってたと、全員乗ってるっていう状態、そのスターたちが全員乗ってる状態のポスターが初めてこう作り出されて、 M1 グランプリ2024と書かれていた時に、この見せ方最終回じゃねって思った人がいて、それを唱えた人がいて、その話が広まって単純に最終回じゃないかってポスター、一枚のポスターから推測されて言われているだけなので、別に最終回じゃないんじゃないかなっていうのはね、そもそも思います。今年で M1 グランプリは20周年記念なんですね。だから20周年ということで、記念に今までのチャンピオンをまとめてちょっと出した演出だったらどうっていう案だと思うんですよ。そもそも M1 グランプリで予選をね出るとね、20周年ってみたいなの書いてあるんだよ、でっかい看板とかにも。だから M1 グランプリっていう大会の宣伝プラス、この20年記念っていうのもちょっと押しているの、演出上で。だからそのポスターで全員その20周年記念みたいな状態がすぐ分かるポスターにしたいっていうので、ポスターになったんじゃないかなっていうのが、まあ僕の推測としてはありますと。で、逆にですよ、これ M1 グランプリが本当に、ハリケーンズさんがね、ザ・ W の準決勝で言ってましたけど、10年の壁ってのはね、難しいんですよと。ね。M1 グランプリも1回10、2010で終わったでしょって。で、ザ・ W が8年目だったかな。だからこの10年の壁ってのがあるんですよ。10年で終わんなかったらこれはもっといきますけど、これ10年で終わる可能性もある。だからみんなで盛り上げていきましょうっていう、あ、確かに10年の壁ってなんかあるなっていう、要するにいろいろさ、物事って10年続けたら一人前だっていう言葉もあるぐらい、10年って一つのね、目安になってるわけですよね。確かに M1 グランプリは見事2010でさ、笑い飯さんが優勝して、2011からザ・漫才という別の局の大会が始まったんですよね。 M1 グランプリはテレビ朝日ですよね。で、ザ・漫才がフジテレビだったんですよね。で、ザ・漫才はまただから全然スタッフも全部違うから、受かり方も違う。だから M1 グランプリでハマってた人がザ漫才と全然ハマんなくなるっていう現象がね、結構あったんですよね。だから M1 グランプリは準決勝は毎回出たタイムマシン3号さんとかがザ漫才になると、準決勝、認定漫才師にも入なかなか入れなかったことがあったりとか。で、ザ漫才は芸歴制限がなかったので誰でも参加できる。だから安代智子さんとか初年度は出てたんじゃないかな。で、シャンプーハットさん、ハリケーンズさんとか、そこら辺の面々が、大の字さんとかもいたかな。いろいろいて、ね、ザ・ボンチさんとかもいろいろ出てて。で、それは2014まで。4年間。1、2、3、4年間あったんですよ。で、2015から M1 グランプリがまさかの復活を遂げて、ザ・漫才がまさかの終わるという、ね。別の曲なのに、もう示し合わせたように、M1 始まるならじゃあやめますみたいになってんのよね。で、じゃあベテランが出れてたザ・漫才に変わるもの何か欲しいな、みたいなのもあって。そして、一昨年から始まったのがザ・セカンド。
っていうことの流れもあんのかな。で、結局そこら辺界隈の時には R1 グランプリがなぜか10年以下しか出れなくなってたけど、去年から10年以降も芸歴制限なしで出れるようになって、今芸人をやってるという時点で賞レースには参加する権利がある環境は整ってきているという状態なんですけども、そんな中でこの M1 グランプリが終わってしまうと、仮にこれ一気に賞レースブームが幕を閉じるわけですよね。今賞レースってなんだかんだ M1 グランプリがありきで全部が存在してると思うんですよね。 M1 があるからキングオブコントがあり、 M1 があるから R1 グランプリもあり、 M1 があるからザ・ W もあり、 M1 があるからザ・セカンドもあると俺は思います。そういう賞レースで、 M1 がなくなったら多分緊張の糸が溶けてしまうから、なんとか続いていたR1 とかが急に終わったりとかしたら、それこそ僕が毎年楽しみにしてるザ・ W もさ、ね、なんか不思議な大会、女性芸人だけで優勝者を決めて、不思議な大会も、なんかこれ、ちょっと違うのかなみたいになって、急に幕をバタ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 、これさ、結構、その、もう、まあ、儲かってないとまではないけど、よ、なんで、目標金額でだいぶ届いてないと思うんですよ。このぐらいは最低稼ぎたいぞ、こんだけの手間かかってんだからっていう目標金額があると思うんですけど、赤字じゃないにしてもちゃんとがっつり黒字になってるかって言ったら、 M1 グランプリはもう儲かってるとは思いますけど、じゃあ R1 グランプリ、ザ・ W すごい儲かってて、儲かってないと思うんですよ、利益的に。で、それこそさ、ザ・ W ってさ、騒いでんのって決勝に進出した人のみぐらいじゃないですか、ネットとかで。で、他で語ってる人ってもう僕ぐらいしかいないですよね。だそのぐらいザ・ W って知られてないし、まだこう広がってないんですよね。なんとか頑張ってくれて。でも、面白い芸人さんいっぱいいるから、女性芸人は。で、女性芸人のレベルを上げていこうって、確かにザ・ W ができたおかげで、女芸人さんのネタのレベル明らかに上がってるんですよね。で、最初は小バカにしてた周りの芸人、男芸人とかが黙り始めてるな、ここ3年ぐらいで。天才ピアニストの優勝ぐらいかなあたり、うん、いや、ザ・ W 決勝面白いよね、昔は面白くなかったけど、昔はね、面白くないでトレンドワード乗るぐらいボロクソに言われてて、それ悔しかった。それで結局予選での面白さが決勝に持ち込めなかったと、全然違う風に見えて、なんか滑ってるように見えちゃった。だから演出悪いのかな、何なのかなとか思いながら、ちょっと応援してたら、最近ではもう、女性芸人って面白いからねって普通に言う。だから、もう、なんか女性芸人からすると、この芸人だろうと。芸人の中の男性、女性って分かれて、なぜこの女性だけを抜いて別扱いするんだと。差別なんじゃないかみたいな風に見てる人もいたけど、最近はもう、むしろ男より賢くて、センスのある人多いから、だからそういう意味は、で言ったら、もう一個上の、ピラミッドの上の状態なんじゃないかなと。だから僕は女性芸人はやっぱ数も少ないし、なのにこんだけ面白いってことは、まあ、貴重な存在、男性より価値のある存在だとは思ってますので、だからもう上なんですよ。だからそういう、なんで悲観的な見方じゃなくて、もう、敬意かな。女性芸人って言葉、女芸人って言葉はもう、俺、敬意であっていいとは思うんですよね。まあ、そんな話、それより今年 M1 グランプリが終わるかもしれないって話で、ちょっとザ・ W の話でちょっとごめんなさい、火ついちゃってごめんなさい。そんなね、そんな、いや、素晴らしいってこと、嬉しいってことですよ、まあね。だから、この仮に M1 グランプリが終わったら、せっかくなんとか M1 グランプリみたいに、多分目標でもあると思うんです、他の賞レースで M1 グランプリ超えるぞと。ね。本当に隙がない、M1 グランプリは。面白さの隙がない。番組としても予選もあんなワクワクする賞レースありますか、本当に。他にだからもし終わることになったら、ちょっともう一個のお笑い、まあ今がお笑いブームっていうほどでもないんだけど、お笑いの歴史が一個を区切りを遂げるよね。多分賞レース一気に全部なくなるぞ、多分これ M1 グランプリなくなったらね。だからポスター一個で、僕は多分20周年記念だからとかなってるけど、わかんないけど、その10年の区切り、ハリケンさんが言う10年の区切りで言ったら20年の区切りじゃないですか。
だから別に儲かってはいるんだけど、やっぱり、なんだ、一新するためにも一回を終わらせようかみたいな。なんかわかんないけど。で、10年目で終わったのも理由よくわかんなかったじゃない。20年目で一回終わらせようかっていうのも、ひょっとしたら、なくもないのかなっていうのを考えたら、怖いよね。俺なんか賞レース大好きだし、まあ、今年全く振るわないけど好きなんですよ。面白いんですよ。悔しがれるじゃないですか。喜べるじゃないですか。こんなに日常で喜怒哀楽をさ、もらえるものってやっぱ賞レース以外ないんじゃないか。身近な人がさ、決勝行ったりとかさ、したらさ、いや、俺は本当は喜びたくないんだけど、くしくも喜んでしまう時とかあるんですよ。うわ、やったとか。うん。そういうこと、レモンゴマドリがザ・ダブル決勝行った時、くしくも喜んじまったんだよね。あんま自分がプレイヤーでやってんのに人を喜んでる場合かっていうのが、やっぱり自分の中で自分で言ってる面があるので、ちょっと喜びづらい面があるんだけど、くしくも喜んでしまったっていう、そのいろんなね、抑えながらも喜んでしまう、まあいいことだと思うんですよね、そういうね、嬉しいっていうこととかね、うん、だからちょっと M1 グランプリはちょっと、まあ制作とかね、運営陣が今どう考えてるのかわかんないけど、もし辞める方向に考えてるんだとちょっと怖いなと、うん、まあ、あのポスター自体は20周年記念っていう意味だで一回やってるだけだけど、確かに20周年の境目はちょっとね、これ乗り越えられるかどうか、結構大きな、これ分岐点だと思いますよ。20年目。うん。M1 グランプリが最初ね、10年以内しか出れないって言って、10年で終わるっていう多分理屈なのかもしれない。だから15年になったじゃないですか。2015年から結成15年以下のコンビが出れますよっていう、ちょっと広がったんですよね。あのやってない時期をがあったんで、その分プラスしたっていうけど、いや、やってない時期はでもこちらとしてはザ・漫才やったからずっとやってる状態なんだけどなと思ったけど、曲が違いが一応、まあ、M1 グランプリの、まあ、配慮というねあったんですけども、20年目、だからもう20年目だったら別にね、もう結成15年は特にね、投入超えて、だったら2020年ぐらいで終わらないといけないですよね。うん。だけどもう20年目になるわけでしょ。2015、17年、15、16、17、18、まあまあまあいいか。うん。だからどうなるのかなっていうのがちょっと、やだね。でも、終わるってことは始まるっていうことでもあるので、新しい何か、新しいお笑いにが何か始まるんですよ。これから。もし終わるんだったらね、賞レースが全部なくなるんだったら、お笑い芸人がこれから求められる何かが始まって、その何かに一番早く気づいたやつが売れていくっていうことにはなりますので、早く気づきたいなっていう。何が、皆さん、賞レースが全部終わったら、何が、流行っていくと思いますよ、これ。お笑い芸人で。それがね、わかんないんだよな。さあ、まあね、そういうの、まあ、もし知ってる方、これなんじゃないかと思う方はね、ちょっとコメント書いていただいたり、それ以外の今日の僕の喋ってる内容で、なんか気になることがあったらコメント書いていただけたら、拝見させていただきたいので、っていう感じでございます。以上、新辰巳のゴミラジオでした。ありがとうございました。